皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年3月2日土曜日に収録しております。今朝早くものすごいニュース、衝撃的なニュースが入ってまいりました。まずはスターとエンターテイメントの公式サイトで、今朝早くおそらく未明に公式発表をされまして、その公式発表を受けて、もう今朝早くから数多くの、ネットのニュースが出ておりますので、もちろんきっともう皆さんもご存知だと思うんですけども、4月から正式に始動するっていうふうに、私たちも認識していました。スターとエンターテイメントを挙げてのドーム公演、4月10日水曜日東京ドーム、そして5月29日水曜日、5月30日木曜日、2日間の大阪京セラドーム、計3公演、東京ドーム1日、大阪京セラドーム2日間のドーム公演、3公演が決定いたしました。まずは皆さん本当におめでとうございます。いや、もうこれはね、なんか自分が行きたい、行ける、行けない。そんなことはちょっと横に置いといて、大げさではなくて、なんかこう、身震いを感じるような、もう本当におそらく日本のエンターテイメントの歴史の中で、もう歴史に残るドーム3公演になるのはもう間違いないと思います。で、現時点で、我らがスノーマンをはじめ、ストーンズ、なにわ男子、キング&プリンス、全12グループの出演が決まってて、まだ&モアと出てるんですけども、今のこの現在発表されてる12グループだけでも、どのグループでも、その単独で東京ドーム、京セラドームを公演してるグループがもう数多くありますし、その先日も、目黒蓮さん、めめのバースデーをお祝いしたこのライブパーティーでも皆さんちゃんとお話してたのは、今年に秋ぐらい開催やなと思っております。このスノーマンのドーム公演もなんとか私たち運よく当たりたいですねと言ってたんですけども、今回のスターとエンターテイメントのドーム公演もうそれどころの倍率じゃないので、天文学的な、この倍率になると思うんですけども、それでも申し込まなきゃ当たらないので、もうここは本当にその希望を失わずにトライさせていただきたいと思います。で、私今入っております、スノーマンからのファンクラブのメールで、また正式にこのドーム公演のお知らせや、またこのチケットの申し込みの案内なのが来るかなと思って、このちょっと悠長に今日一日待ってたんですけども、まだ私にはその現時点では、そのスノーマンのファンクラブメールからのお知らせは来てないんですが、スターとエンターテイメントの公式サイトから、今回のドーム公演の特設、サイトに飛ぶことができて、でそちらの方から見たら、なんと東京ドーム公演に関しては本日3月2日からもうすでにチケットの申し込み予約が始まってました。3月5日までやったと思いますので、もうあっという間にこの東京ドーム公演のチケット、予約できるのが終わってしまいます。もしかしたら私のようにきっとファンクラブからメールが来るやろなと、もしかしたらまた今夜とか明日ぐらいには来るかもしれないんですけども、そんな方もおられるかなと思いますので、もちろん私ももう東京ドームの方にもトライさせていただきたいなと思いますので、もうすでに本日3月2日から東京ドームのチケット予約申し込みが始まってますので、そのあたりまで含めて、この衝撃的なニュースを今日は皆さんと一緒にシェアさせていただきまして、なんとかこのほっこりカフェから一人でも多くの方がチケットが当たりますように、そんな望み、そんな祈り、そんな願いを込めて、今日はちょっと皆さんとこの情報をシェアさせていただきたいと思いますので、どうかお付き合いください。よろしくお願いいたします。ちょっと興奮気味でございます。まずは、今朝未明に、その発表されました、スターとエンターテイメントの公式サイトの文言なんですけども、会社指導を動き出します。会社指導及び公演に関するお知らせとして、今朝早くにアップされました。会社指導動き出す。
会社指導及び講演に関するお知らせ。2024年4月より株式会社スタートエンターテインメントが始動いたしますことをご報告申し上げます。スタープラスとスタート未来へ向かう社名にありますように、いわゆるスターたちとこれから誕生するスターたち、それぞれの個性や目標に寄り添い伴走するその新たな伝説を新会社のスタートとするべく、この度コンサートを開催させていただく運びとなりました。講演タイトルは We are Let's get the party start。 講演タイトルは We are Let's get the party start。公演スケジュールは4月10日水曜日東京ドーム、5月29日、30日2日間、京セラ、ドーム大阪。これからも一人でも多くの方に喜んでいただけるエンターテインメントをお届けできるよう、アーティスト、社員、一同、気持ちを新たに邁進してまいりますので、今後ともご指導、ご鞭撻賜れますよう、よろしくお願い申し上げます。2024年3月2日、株式会社スタートエンターテインメントと発表されております。4月からまあ本格的に始動するっていうのは、新社長にまあ就任されました、福田敦さんのまあお言葉からも聞いてましたので、どういうふうに発表されるかと思うんですけども、まさかこういう形で、まあ現時点で所属ないしは、まあきっとエージェント契約を交わしておられるグループが、出演されると思うんですけども、福田さん、本当に期待以上のことをやってくれると思います。もうあえて福ちゃんと呼ばせていただきますけども、まあ福ちゃん本当にありがとうございます。もうこのほっこりカフェチャンネルでは、この福田敦さんが、まあ社長に就任されるのではないかなという情報が出たあたりから、実は私一昨年から、のんちゃんの劇的な復活の、まあ、影にというか、その復活は、その福田さんの尽力になるところが大きいということを知って、著作などを読ませていただいてて、このエージェント契約ということに関しては、まあ、おそらく、その、米国、そしてそれを日本流にアレンジするとしたら、この方が一番詳しくふさわしいのではないかなと思っていたので、もうほとんどの、まあ、なんかサイト、チャンネルでは、あまりこの、賛成するより否定的な言葉が多かったかなと思うんですけども、まあ、いち早く、もうそんなこと言ってたら、やってくれはる人が誰もいいようになるし、もうこんな方ほどふさわしいことはないと思いますと、まあ自慢じゃないですけど、いち早く言ってたのがこのほっこりカフェチャンネルですので、なんかそれもあってこの劇的な発表がなんかすごく嬉しく、そしてまたこのなんか誇らしい気持ちにさせていただきました。そしてまたこのファミリークラブの方では、あの井ノ原さんからのまた今回のドーム公演に向けてのなんかこの発表言葉が載ってたんですけども。まあ、これはあのファンクラブサイト、ファミリークラブに載ってたので、もちろんあの読み上げませんが、この中にはやっぱり今回のこの講演に関しては皆様への感謝を伝えるためにこの講演を企画された、そんな思いがそのファミリークラブに井ノ原さん綴られてましたので、まあ今回のもう本当に考えられない一アーティスト、一グループだけでも、そのドーム公演が売り切れる、チケットが取れない、まあグループばかりなのに、そんなグループが12グループ出演してくださる。まあこれはまあ本当にもうスタートエンターテインメントから、まあ昨年来、この状況の中で、本当にもう応援し続けてくださったファンの皆さんへの、本当にもう感謝、もうその一言だと思います。それが、井ノ原さんの言葉でもまさにそのように、綴られてました。そして冒頭で言いましたように、その、まあ、ファンクラブメールで、この詳しい講演の内容、またチケットの申し込み、いつからかということが来るかなと思ってたんですけども、現時点でまだ私のところに来てないんですが、この特設サイトを見させていただきましたら、東京ドーム公演に関しては、本日3月2日から5日まで、抽選結果が3月19日にわかるということなので、
どうかもう皆さんすぐに、ものをトライしていただきたいなと思います。で、大阪ドーム公演に関しては、もうそちらの方もね、その5月29日なので、まだ少し先なんですけども、来週3月7日木曜日から申し込みスタート、11日までということなので、こちらの方ももう来週、木曜日から始まります。大阪ドーム公演の抽選結果は4月1日ということですので、まずは皆さんね、東京ドーム公演の方から、トライしていただきたいなと思っております。そして数多く出ております、ネットのニュースのところなんですけども、そちらのも少し紹介させていただきますと、We are Let's Get the Party Start 開催へということで、で、このまあ、We are というのはまあ、きっと、このアーティストの皆さん、そしてまた私たちファンも含んでいただいていると思うんですけども、Let's Get the Party Start というので、なんかここで、Snowman のパーティー、Get the Party という、なんか、あの歌詞をなんか私は思い出したんですけども、まあ、そんな方、思い浮かべた方も多いのではないかなと思います。今年4月1日より新会社スタートエンターテイメントが正式に始動することが決定した。これを受け4月10日東京ドーム、5月29日30日に京セラドーム大阪で合同イベント We are Let's Get the Party Start 開催することを発表した、同事務所には現在スマイルアップタレントが新たに契約を結びマネージメントを行う。イベントにはニューススーパーエイト、カトゥーン、平成ジャンプ、キスマイフット2、ABCZ、ウエスト、キング&プリンス、ストーンズ、スノーマン、なにわ男子、トラビスジャパンが参加、さらにアンドモア、もしかしたらこれからもっと出るかもしれない表記もされている。同事務所は昨年より新会社設立にあたり、ファンの皆様や関係者の方々にご心配をおかけしましたが、一つ一つのお仕事を誠実に、そして多くのファンの皆さんに喜んでいただけるエンターテインメントをお届けできるよう、アーティストと従業員一同で気持ちを新たに全身全霊かけて取り組む所存ですと決意を表明。また新会社のスタートに際してこれまで変わらずに応援を続けてくださったファンの皆様、関係者の方々に私たちは何をお届けできるのか、そして年初に発生した能登半島地震で被災された方々に対してお役に立てることは何なのか、今日まで真剣に考えてまいりました。新しい時代を迎えて変わっていかなければならないもの、そして変わらずに守るべき大切なこと、今私たちができることを全力でやろうという思いが、このイベント開催に至りました。と趣旨を説明。スタートが築いていく未来への一歩、皆様と共に思いを一つに踏み出していけたら嬉しく思います。と呼びかけている。また、公演タイトル、この We are Let's Get the Party Start ですね。公演タイトルは、様々な個性の集合、多様性を受け入れながら、一人一人が放つエネルギーや強い決意を表現しています。そして、その強力なエネルギーの集合体が、アーティスト、スタッフ、ファンの強い連帯を意味しています。あ、そうか。じゃあ、We Are にはアーティストの皆さん、そして力強く支えてくださっているスタッフの皆さん、そして私たちファンのみんな、その集合体を We Are っていう言葉でね、表現してくださってるんやと思います。で、現在も出演が決まっている、そのニュースをはじめ、トラビスジャパンまで、12グループが、まあ、今回のこの We Are Let's Get the Party Start に出演にあたっての、まあ、意気込みみたいなところも語っておられることも、まあ、ネットのニュースで出ておりますので、ぜひまた皆さん見ていただきたいなと思ってるんですけども、まあ、その中で、このストーンズなどは、この文言の中に、やっぱりこの震災で被害に遭われた方々へ、復興で頑張ってくださっている方たちへ、エールを届けることができたらなと、メンバー一度思っております。と、このようなことを文言に入れているのはストーンズだけなので、あそこはやっぱりストーンズも素晴らしいなと思いました。そして我らがスノーマンは、今まで僕たちをたくさん応援してくださり、本当にありがとうございます。みんなで作り上げるエンターテインメント、とくと味わっていただきたいです。僕たちのエネルギーがたくさんの皆さんの心へ届くよう、全身全霊でステージに立たせていただきます。よろしくお願いします。と、我らがスノーマンも、力強くね、なんかこう宣言してくださっております。
で、まずは4月10日の東京ドーム公演なんですけども、ちょっと冷静になってくると、あれ、その4月といえば、4月1日から、新橋演舞場でのガラの公演があって、どうなるんかなと思って、その公演日程を見たら、なんと、この週だけではなくて、水曜日が休みになってて、1週間のうちに、この開催中、4月1日から4月29日、約1ヶ月にわたって開催されるガラなんですけども、毎週水曜日が休みになってて、ちょうどその水曜日に4月10日、東京ドーム公演。で、まあ、皆さんもきっと、大阪、京セラドームが2日間なのに、東京ドーム1日はなぜなのかなと思われたと思うんですけども、私も、まあ、でも4月から、まあ、プロ野球始まってます。NPB 始まってってるので、まあ、東京ドームの日程、まあ、プロ野球日程がまず抑えられているので、まあ、きっと取れなかったんじゃないかなと思って、まあ、おそらく私はそうだと思うんですけども、もう一つ、まあ、ちょっとこれは私の勝手な想像なんですけども、ガラの公演があるので、まあ、スノーマンが出演するためには、その水曜日以外は、4月1日から29日までは、出ることができない。まあ、もちろんそのガラ公演を外した時間帯で、まあ、東京ドーム、おそらく長時間、6時から長時間になると思いますので、まあ、出ることも可能だと思うんですけども、まあ、もしかしたら、そのガラ公演、水曜日だけが、公演がない休演日なので、水曜日、一日の開催ではなったのではないかなと、これはもう勝手に、まあ、スノーマンのファン、スノータンの私が勝手に、まあ、想像していることなんですけども、まあ、おそらく東京ドーム、日程が抑えるのが一日しか抑えられなかったのではないかなと思うんですけども、まあ、そんなところまで、ちょっとガラの公演日程を見させていただいて感じました。4月1日東京ドーム、大阪ドームが5月29日、30日、私ももうこれは、なんか、最初から諦めることなく、希望を持ってトライさせていただきたいと思いますし、ほっこりカフェチャンネルご視聴くださっている皆さん、ほっこりカフェファミリーの皆さんが、一人でも多くの方、チケットできますように、もう明日からはもう毎朝、もう早朝からもう水浴びをさせていただいて、より身を清め、心を清めて、この当選にかけてなんか思いを馳せていただきたいと思っております。今朝早くから入ってまいりました。4月、5月の東京ドーム、そして大阪京セラドームのスタートエンターテインメントを挙げての豪華アーティストが出演されます歴史に残るドーム公演のお知らせ、そしてまたもうすでに本日から東京ドーム公演の申し込みが始まっているそのあたりをお伝えさせていただきました。ちょっと興奮気味でいろいろなところで言葉が噛んだりなんか詰まったりして申し訳ありません。お聞き苦しいところがあったのはちょっと私のこの興奮気味な気持ちをさせていただいてお許しいただきたいと思っております。じゃあ皆さん、希望を失うことなくトライしていきたいと思います。よろしくお願いします。まあそれにしてもスタートエンターテインメント素晴らしいスタートを切っていただきまして本当にありがとうございます。福田社長ありがとうございます。生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから。